こんにちは。信州上田の魅力を個人的独断と偏見を交えず発信するチャンネル、好きです。信州上田へようこそ。自称、信州上田ナビゲーターの伝統工芸士龍馬です。今日ご紹介するのは、信州上田の見どころとして、知名度、人気ともにトップクラスの上田城です。戦国時代には、真田家の居城で、徳川軍を二度も退けた難攻不落の城だったことはあまりにも有名です。上田城に入る前に二の丸橋を渡ります。二の丸橋の標柱には顔文字のようなものがありますが、これは二の丸橋を表現しているんだそうです。確かに二の丸橋と読めますね。洒落気があって面白いですね。橋の下には欅並木の遊歩道が見えます。ここには昭和47年まで電車が通っていたんです。歴史を感じますね。さて、それでは先に進みましょう。左側に見える灰色の建物は上田市民会館跡です。以前は大きなホールで様々なイベントが開催されていましたが、老朽化のために現在はお役目を終えています。約30年前には伝統工芸士龍馬の成人式はここでやったんですよね。懐かしいなぁ。そうこうしているうちに見えてきましたよ。上田城の顔とも言うべき東小口矢倉門です。矢倉門の前には観光地にはお約束の顔はめスポットがあります。真田三代の顔はめですが、おそらく一番人気は雪村でしょうね。そして顔はめスポットを過ぎると、いよいよ上田城最大の見どころといっても過言ではない、東小口矢倉門が近づいてまいりました。桜の季節には、矢倉門前のしだれ桜は絶好の映えスポットになります。こちらの大きな石は真田石です。直径3メートルほどもあるんだそうです。こんな大きな石、昔の人はどうやって運んできたんでしょうね。矢倉門をくぐった先に見えるのは真田神社です。歴代の上田藩士である真田家、仙石家、松平家を祀ってある神社です。ちなみにちょっと豆知識ですが、上田城の歴代藩士はざっくり真田家が40年、仙石家が80年、松平家が160年なので、倍と覚えておくと覚えやすいです。真田神社の脇で矢倉門の入場券を販売しています。僕も何度か見たことありますけれども、結構見応えがあるのでおすすめです。では、先に進みましょう。真田神社の道を挟んで反対側にあるのが本丸跡です。ここに天守があった説、なかった説など諸説あります。別名団子山とも呼ばれており、桜の季節にはここはお花見広場になっています。伝統工芸士龍馬も着物イベントをここで開催したことがありますが、あたり一面桜が咲いていて、花見酒には最高の場所です。では、さらに先に進みます。視界が開けてきた右側にはお堀が見えてきます。お堀があると城跡って感じしますよね。お堀の反対側には見晴らしのいい景色が広がっています。お城ができた400年ほど前にはお城のすぐ下にも川が流れていたそうです。さらに先に進みます。それにしてもお城周りって角度によって色々な表情があって飽きないですよね。そういえば今年から上田城の剪定した桜の木をいただいて、それを染料にして上田紬を製作しています。桜の木で染めると桜の花びらのような淡いピンク色になってとっても綺麗なんです。桜染めは全国的には珍しくはないんですが、上田城の桜の木を用いたいわゆる千本桜染めは上田ならではなので、上田の伝統工芸である上田紬の魅力をより一層引き立たせてくれると思っています。
ちらは墨落としです。鬼門とされる北東の角をなくすことで鬼門よけとされていたと言われています。正面突き当たりが東小口の矢倉門ですので、お堀周りを一周してきたことになります。左側に上田市立博物館があるので、そちらに行ってみたいと思います。こちらが上田市立博物館です。行政の施設なので見た目は民間のような派手さはないですが、展示されているものはどれもお宝ばかりで見応え抜群です。こちらも上田城を訪れた際にはおすすめスポットの一つです。というわけで上田城のお堀周りを歩きながら簡単に解説させていただきました。上田城は季節によって全然表情が違っているので、季節ごとに訪れるのもいいかもしれません。上田城、いえ、正確には上田城跡公園へぜひお出かけくださいませ。動画をご覧くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。これからも信州上田の魅力をどんどん発信していきますので、どうぞお楽しみに。